こんにちは、日向陽一です。それでは今回もまた、経営者のための離婚の危機脱出100の知恵からお話をしていきたいと思います。今回は3番目、子供の幸せは夫婦円満で育まれるということでお話をしたいと思います。夫婦の関係がかなり悪くなったり難しい状態であっても、私たちは子供たちに対する愛情というのは消えることはないわけですね。で、子供たちの幸せを願うわけです。で、子供にとって一番嬉しいこと、一番必要なことっていうのは、お父さんとお母さんが愛し合っているっていうことなんですよね。両親が愛し合っている。これはちょうど子供たちにとっては、地面が揺れないっていうのと同じぐらい大事なことですね。我々は地震が来ると不安になりますよね。生活の基盤が全て揺らぐというかですね、地面がずっと揺れ続けてたら、生活できないわけですよね。我々の日本の場合は、地震は数分で収まりますので生活できるわけですけど、もしこれが一日中地震が続いてたら、大震災の後ね、余震が一日中続いてるっていうことがありましたけど、もう生きていけないわけですよね。で、両親がいつも言い争いをしていたり、冷たい両親の間で会話がないとか、そういうのは子供たちにとってずっと地面が揺らいでるようなものなんですね。で、なんでかっていうと、子供たちは自分と親との関係、子供がいて、お父さんとお母さんがいて、自分とお父さんとの関係、自分とお母さんとの関係っていうのがありますよね。だけど子供が自分以外の複数の人間が持っている関係ですね、一番最初に子供が見る関係っていうのはお父さんとお母さんの関係なんですよ。父親が母親をどう扱うか、母親が父親に対してどういう態度でいるか、でそれを見ると、これ夫婦なんですけど、子供にとってはこれ世界なんですよね。で、ここがいさかいであれば、子供にとっては世界っていうのは危ない場所だ、怖い場所だっていうふうに思うわけです。でもお父さんお母さんの間に安心感とか信頼感があれば、信頼関係があれば、世界っていうのは安全な場所なんだなっていうふうに思うわけです。で、そこから、その安心感の中から、彼女は自分がこの世界は安全な場所であって、自分は大切にされてるんだっていうふうに感じるわけですよね。で、夫婦関係が悪いと、この親も傷ついているので、子供にたっぷりの愛情を注ぐことができないわけですね。もしくは子供に対して、父親の悪口を言ったり母親の悪口を言ったりすると、子供はどんどん不安になって傷ついていくわけですね。不幸だなっていうふうに感じるわけです。だから子供のためにできる、父親が子供のためにできる一番大切なことは、子供の母親である、自分の妻を愛するということです。
本当に大事なことなのでぜひ覚えていただきたいんですけど、お子さんを幸せにしたい、お子さんに幸せ、幸福感を持って、まあ、自己肯定感なんて言ったりしますけど、あ、自分は大切なんだ、自分は生きていていいんだっていう感覚を持ってもらいたい、持たせてあげたいと思うなら、夫婦円満、夫婦の信頼関係の回復というのが本当に大切だということです。離婚家庭のお子さんたちと私はカウンセリングをしたりする時がありますけど、本当に不安で本当に傷ついてますね。そして私が彼らに常に言わなければいけないのは、お父さんとお母さんが別れたのは君のせいじゃない、これだけは絶対忘れないで、お父さんとお母さんが別れたのはお父さんとお母さんの問題だから。どうしてかっていうと、離婚家庭の子供たちっていうのはほぼ例外なく自分を責めるんですよね。お父さんとお母さん別れたのは自分のせいじゃないだろうか、自分が悪い子だから、自分がこんなだから、何の悪いところもない、自分は、その子は全く責任がないのにそのように考えるようになるんですね。本当に私はこのカウンセリングの仕事して一番辛いのは、お子さんたちと離婚した後に彼らを助けるために彼らと話すっていうのは本当に辛いことです。本当に子供の幸せというのは夫婦円満で育まれるということですね。神様はそのようにデザインしてますので、夫と妻が愛し合っているところに子供を与えられる、そしてその愛の中で子供はすくすくと育っていく、そのことが本当に大切なわけです。はい、この動画をご覧になっている方でまだ私の、無料のメールマガジンに登録されていない方がいらっしゃいましたら、私のウェブサイト幸せ家族 .com、そこから、メールマガジンに申し込んでみてください。 E メールアドレスを打ち込めるフォーマットがありますので、そこに申し込んでいただければ、動画を撮るたび、この音声を撮るたびに、E メールでお知らせします。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。